よし、今日はなんかララポート豊洲ってとこにいるから、ちょっと運転手さん撮ってもらっていいですか。今タクシーでララポート豊洲ってとこに来たんだけど、赤ちゃん本舗っていう安い赤ちゃん用品店みたいなやつがあるらしいから、50万ぐらい使おうかなと思って、そこで前と同じじゃない、うん、ちょっとタクシーの運転手さん、ちょっともうちょっとリアクション取ってもらっていいですか。いやいや、分かったって。俺タクシーじゃねえしかも。タクシーじゃねえの。タクシーじゃねえよ。でタクシーにしちゃうって運転がなんかちょっとあれだもんね。ねえ、毎回言うけどさ、俺免許取った後めっちゃ言うからだよ。逆に一回事故したし、あれは俺のせいじゃねえし。なんか一回事故したよね。うん、何が起きたの。車を借りてどっかに行ってもらった時があって、で俺が先に家帰って、その返しに行く時に当てられたんだっけ。そう、当てられた、うん、かすったっていうか、そう、うん、横。あ、めっちゃ下手くそっすね。だから今日はね、いいよ、赤ちゃん本舗ってやつ行ってみたいじゃん。で5ヶ月になったからちょうどね、だいたい服とかも結構いっぱいパンパンになってきて、着れるやつがやっぱないからさ、なんだかんだ激安のさ店とか行かないとさ、高いもんばっか買ってたらね、もうすぐ着れなくなっちゃってもったいないんだよね、本当に。だからちょっと行きたいなと思って、うん。あ、タクシーの運転手さんね。うん。いや、タクシーっていうか2時間ぐらい待たされたけど。昨日夜電話来て、はい、明日の10時か11時に車取りに行ってくれないって言われて、はいはい、うん、まず行ってないですね、それは。いや、行った行った行ってない行った電話しないと行ってないですね。行った。じゃ電話してない、電話 してないとそれ行かなかったっすね。どういうこと。できる人はその通りに前日に行ったらその時間には取りに行っているんだけど、普通の。いや、だから俺が言いたいのは、あの、何、絶対遅くなるじゃん。間に合ったことないじゃん。あるよ。だから言われたらいいやなって思う。それ俺だけじゃないからそれ。いや、まあそうだけど。あ、まあそうね。11時半ぐらい取りに行った。はい。ああ、もううるさいっす。出発したの2時。じゃあまあ行きますか。なんかどういうところか俺わかんないから、どうしたどういうところか知らないからさ、行ってみたいんだよね、普通に。いる。早速行きます。早速行きます。はい、早速行きます。ちょ、近い。ね、俺はいいな。よし、おかえり。はい、ただいま。すごいね。ね、めっちゃ買ってきたよ。なんか前やったやつないくらだっけな、あのベビーザラスみたいなとこ行った時はいらないもんばっか買ってたイメージだけど、正直あんま使うのかよくわかんないやつ、うんうん、いや本当に使えるものしか買ってきてないから、今日は楽しみ。まあ大体8万過去10万ぐらいしたっすね。カッコが気になるけど。本当びっくり、ありがとう。10万。いや、なんかさ、うん、赤ちゃん本舗って何。やっぱり案件欲しいんだったらやめよう。かわいいじゃん。あ、そう。なんか安いってお手頃って聞いてたからさ、うんうんうん、行ってみたら意外とまあ別にって感じだったね。あ、ほんと。いや、安いもん安いけど、いや普通にこういうさ普通のものも売ってるから、うん、そればっか買ってたら結構いっちゃったんだよね。あ、ほんとに。そうそう、でも対応だからね、レジの人マジ困ってたから。すごいよ。うん、で今日奥さんは仕事行ってたから、うん、あの2人で行ってきたんだけど、うん、ありがとう。俺とミニックで行ってきたんだけど、うん、あとタクシードライバーと行ってきたんだけど。あ、弟だ。タクシードライバーと回転寿司まで行ってきたって。いいな。タクシーの運転手と仲良しだね。うん、こういう感じで、まあ頼まれたやつも買ってきたから、うん、ちょっと開けていい。はい。お尻かかない。生で書いた方がいいけどな。うん。あ、気持ちいい。気持ちいいって言ったの。気持ちいいって言った。あ、気持ちいいんだ。あ、よし、オッケー。じゃあ大体今日の会計が8万3000円。すごい、ありがとう。逆にさ、世間の人これぐらい買ってる、うん、これぐらい金かかるもんなんだね。そうなのかな。なんか商品券みたいなのあるんじゃなかったっけ、確か。あ、東京とかもある。あ、それ使えるって書いてあったわ、なんか。へー。うん、じゃあちょっと紹介していっていい？うん。え、疲れた？ちょっとね。あ、すいませんね。ごめんなさい、あの撮影付き合わさせて。楽しみだった。あ、ほんと？うん。何から紹介した方がいいかな。なんか服が大量にあるっちゃあるんだよね。あー、なるほど。まあ、服、まあ、服最初に紹介しちゃおうかな。うん。まあ一旦、じゃあこれっすね。うわー、かわいい。超かわいいんだけど。うん、ヘビ？うん。あ、あったかそう。うん、女の子だったからヘビ買ったっすね。うーん、でも可
愛い可愛い。あ、可愛い。え、なんかこういうさ、韓国かわかんないけど、なんかウサギがぴょんぴょんしてるみたいなさ、やつあったじゃん、前動画。ウサギの着ぐるみみたいな着てみたいな。え、そういうの赤ちゃんにしてほしいなと思って、ヘビが映ってたからヘビ買ってきた。可愛いね。これ安いんだよね、なんか2398円。おお。うん、安いのか高いのかわかんないけど。これどうしよう、これに置いてくかじゃん。投げてこう。買ってきてって言われてたやつも買って、なんか売ってたから、これだよね。なんかこれ、あ、これ、え、これなんなの、これって。あ、うん、これ寝てる時にこれを着れば、なんか暖かくなれるってこと。そう、でも温めてる祭りらしいね。なんか相当暖かいような気がするけど、これ。あ、ほんと？着る布団みたいな。うんうん、着るお布団、着るお布団だよね。なんか何、いいね、お布団。なんかおうどんみたい。あ、そういうことだ。6ヶ月、あ、でももう着れるってことだね。これを結構みんな着てるんだ、じゃあ。そう、どうなんだろう。でも動いちゃうから、ミミクちゃん。確かに毛布とかかけててもなんかそこら辺に行ってるもんね、いつも。そうなの、ね、うん。これそんな高くなかったっつってるか、これいくらだっけ、わかんねえ、まあいいわ。見つけてあげようか。あ、見つけてくれるの、あ、ありがとう。2178円。あー、安いね。意外となんか安いのかわかんねえな、でも正直。まあ安いか。でもまあ正直さ、1回しか使えないもんね。なんか1シーズンしか使えないって考えたら、まあでも確かにバカと思って結構、うん、あのバカ、あ、バカと思って結構着れなくなっちゃうのに1着1万とか買うじゃん。そうだね、うん、バカ野郎って。そんな、まあまあまあ、確かに誰も、まあ俺なんだけどさ。本当に着れなくなっちゃうよね。ね、1万ぐらいのやつ、まあこれだったら、まあだってこれ5着買えるっていうことだもんね、こういうのが。うん、私も今だ、この今お前、あ、お腹空いた。遠くからいらっしゃってる。なんかね、時間変更されまくってんだよね、ちょっと。最近食欲やばいんでしょ。やばい。最近やばい、私。どんぐらい食ってんの最近。なんかもう、うん、クレープとか甘いもの食べたくなくて。あ、俺がプリン作ってあげるか。え、作って。なんでプリンなんだろう。なんか俺プリンめっちゃ好きだから、あの表面がカピカピになってるやつ、うんうん、張り付きそうなカピカピになってるやつ。クリームプリン。あ、そう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 、カピカピパンツみたいな。本当に好きプリン。あ、いや好きだよ。確かにいつも買って食べてないもんね。あ、買うだけ買って。あ、これでしょ、欲しいやつ。何これ、離乳食初期に使いやすいスプーンセット、うん、あ、そのままなんだ名前。部分が、はいはい、なんか温度によって色が変わって、マジで食べさせ頃が分かるみたいな。結構俺に似てるね、そう考えたら。じゃあ食べさせ、ん、どこの何。それ1974円。意外と、あ、意外と高いんだね、これ結構。スプーンだと思うとね。これ2個買ってきたね。あ、そう、色が変わっていくんだ、どんどん温度によって。そうだね、熱すぎると黄色くなるんじゃないかな。黄色になったら良くない、この状態で食べるの良くないよみたいな。そう、熱すぎ、そういうことね。確かにこれめっちゃ便利だね。これは結構なんか品薄になってたから2つぐらい買ってきた、うん、まあ、でも服が大変。待って、服も紹介しちゃうか。で、これなんかババアみたいなパジャマ。ねえ、あ、ちょちょちょ、それが可愛いよね。おばちゃんのパジャマ、あ、なんか実家にありそうなパジャマみたいな。そうだね、私のおばあちゃん着てそう。いや、可愛いのもたくさんあったけど、うん、なんか実家にありそうなやつがたくさんあった。あー、なるほど。そう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 、ちょっと懐かしい感じのね。なんか実家にさ、チェックでさ、緑と茶色のチェックみたいなさ、よくわかんないやつあるじゃん、うん、実家に結構。うわ、うん、ある。緑と茶色のなんかチェックの厚着みたいなさ、そういうのばっかあったんだけど。あ、本当に。それを感じたかも、なんかそのこのお店。1958円、どっちに。うん、あ、そうだね、ちょっとエゴ出して俺の。ブルー。でもこれ適当に着れるからいいね、多分。いいね、うん、寝巻きとかで、うん、で、これがなんかまあ囚人服みたいな。そうだね。1738円。これ1738円、安くない？安い。まあいい意味でペラペラじゃないけど、なんつうの、うん、なんか着やすそうっていうか、暑すぎない感じ。そうだね、結構動くから、暑いとたくさん汗かいちゃうかもしれないから、うん、これちょうどいいなと思って。かわいい。で、囚人服だなと思って買ってきたっすね、うん、しっかりめの。俺これ個人的にこれめっちゃいいなと思って買ってきた。うん、抱っこにもあんとき汗ばんじゃうんだよね。いや、そう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 、今日もそうなんだよね。いや、なんかおしゃれな服買ったじゃん俺結構、うんうん、1万6000ぐらいする服買ったんだけど、なんか暑すぎてね、ちょっと抱っこひも使うと着れないなと思って、うん、これが2178円。おー、まあ、まあでも1着って考えたらそんな安くないのかな。どうなんだ、どうだろう。まあ
それこそワンシーズンっていうのがね、うん、どうしてもでも気持ちいい、座ってて。なるほどね、これマジおばあちゃん家みたいな。おばあちゃん着てそうだね、これおばあちゃんのシワシワの洗いまくったパンツに、ね、感触似てるもん、これ、うん、それ見たことあるの？えシワシワの洗いまくったパンツえパンツってあっちね、あ、ズボンの話。あ、ズボン、あ、英語でパンツはズボンっていう。これ何なんだろう。これなんか、あ、ほんと？これいつ着るのか分かんないけど、うん、これも部屋着かな。これも上から着せるんだよね。うん、これ1408円。わー、かわいい。ね、これも普通になんか寒い時着るよ。あ、さっきのズボンかな、このパジャマの、うんうん、あ、そう、上下で、上下でこれだから安いわ、めっちゃ。ポンポン冷えないよね。そう、上下で2000円ぐらい。これはなんかこれかな。かわいいお尻、私みたい、うん、え、これ買った理由があって期間限定らしいから、これ無敵なお尻が。無敵お尻買ってきたっすね。無敵だね。これ無敵になりたいから、やっぱ、うんうんうん、お尻に関しては。俺もエリクちゃんがなるんじゃなくて。あ、そういうことか。俺かと思った、普通に。でもお尻フリフリしてるじゃん、よく。あ、フリフリしてるね。これでやってたら可愛いね。確かに可愛いかも。しかもここにいつもありがとうってなんか書いてある。どういたしまして。今気づいた。なんだこれ。あ、そうなの？あ、やっぱあれじゃない？追い詰めちゃうかもしんないから、そう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 、自分をこれ見て和らげるみたいな、うんうんうん、あ、そういうことね。気使ってくれてんだやっぱこれ2728円。おお、うん、無敵なお尻、お尻だもんね。あとちょいだから俺、あとちょいってなっちゃうんだ。じゃああとちょいで、うん、なんか、あ、いいのやめとこう。え、気になる。ブルブル系入るかもしんないから。ブルブル系入る？入んないよなんかあんまやらせてくんないじゃああれやってみて、あれでね、あの装着するやつ。あ、女性が装着して、あ、ペッ、やりたい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 難しそうだけどね、意外と。じゃあちょっと無敵お尻に、うん、到達してから。そういうことか、それかも無敵お尻何？いや、そういう意味じゃないよ。うん、なんか刺激たっぷりって書いてあったから、これおもちゃ？なめもみ穴子なめもみ刺激たっぷりなめもみ花子ってさ、なんか名前狙ってるでしょこれおかしい、絶対ダメでしょこれ。私もそれにしようね。ミドルネームでもこれめっちゃ人気らしいよ。そうなの？なんか売れ筋みたいな書いてあった。つまんでいじってくるみこクリーム、ん？本物そっくり、もみもみ強力ボディ嬉しそう。おかしい、これなんかさ、なんかちょっと卑猥に作ったよ、なんかわかんないけど。わかんない、いや感じすぎなんじゃない？感じすぎ。まあ、手遊びとかなんか舐めていじってギザギザスカート、おもちゃ売ってたから買ってきたね。これは結構売れてるって書いてあったから、まあ狙ってないよ。これ舐められハロー5代目名前名前違う？あ、これ刺激たっぷりなめもみ638円。安いね、安いね、お手頃だわやっぱ、うん、8ヶ月以上しかなかった全然違った。焼き鳥頼んだから腹すきすぎて、うん、もっと食いたいかなと思って弁当頼んでるから本当？今日何食った？え、なんか洗面所にさ、ナチュラルローソンで買ったなんか脂っこそうなパン転がってたよ。なんか、うん、確かにね、あんまだって食わないもんね、うん、実際なんかあんま食ってるとかあんま見たことないんだけど家でね、急に増えてるもんね。食ったんだろうなっていう形跡とか、冷蔵庫に昨日のビビンバのご飯みたいに入ってたから、なんか食ってるよね結構。やべ、頼みすぎちゃった。これなんかこれ聞きたくて、ミルク飲んでる時さ、自分の髪の毛引っ張りながら飲んでない？なんか、あ、そうそうそう、何があれ？みんなやるって。あ、そうなんだ。どういう行動なんだろうあれって。なんか痒いんじゃないですかってちょっと来てたけど、うん、赤ちゃん特有の行動みたいな。なんだろうそう、めっちゃ頼んじゃったのマジ。焼き鳥食いたいって言ってたもんね、なんか、うん、じゃあなんか最近めっちゃ見てる、あの、うん、ミニックちゃんがめっちゃグギ付けになってるキャラクター、うん、スナップシュー頭もおかしくなってきそうだけど、ね、うん、ずっと流れてるから。私なってるちょっとブシュブシュもっちりパペットだって、うん、笑ってる。これこうやってやったら笑ってんだけど、なんか、うわー、かわいい。え、こうやって映んないの？
ちょっと異常なほど笑ってない？ウーバーイーツの人聞こえてた。待って聞こえてた。マジ？何これそんな好きやん。すごいね。よかった好きだし。おー、いいね。お安いわ、それだったら。いくらしたんだろうね、それ。もう値段見てなかった、途中から。2090円。こんなそのキャラクター好きなのかな。でもこれが、釣った瞬間に大笑いしたりするから。うん。今みたいにね。で、釘付けになってるもんね、いつも。ライオスってやつ。なんだろう。オレの？え、あの、ミニクちゃんの。え、はじめましてです。アニマルキングダム。アニマルキングダム。やっぱこういう系になってほしいなって思って。本当に？わかんない。それライオンっぽくってこと？あ、そうそう。強くね。あ、強くはなってほしい。強くなってほしいから。ライオス値段言う？え、いいや。700円ぐらいか。700円ぐらい。で、なんかこのおもちゃ。あ、かわいい。おしゃれなおもちゃ。手首に はめてベロベロするみたいな。あ、本当だ。946円。あ、意外と安いんだ。ライオス読んじゃった。わかんないっすね。まあ2000円ぐらいじゃない多分、うん、これなんか買ってきてって言われてたやつ。これなんだろう。これそれ離乳食入れてチュパチュパして食べるみたいな。あ、この中に。うんうん。あ、それすげえ便利そうだね。なんかね、普通に言ってたから。うん。これでも確かに周りは結構品揃えめっちゃこうやって並んでたんだけど、こうやって吊るされてね。これだけなかった。なんか、あ、本当に全然なかった。これだけ。うん。これとこれなかったね、全く。そう、ラスト2個ぐらい。必需品なのかしら。うん、これいくらなんだろうね。フレッシュフードフィーダー。1210円。うん。これ1個1210円。うん。まあ安いか、これは普通に。あ、これなんか2つ目。うん。え、これも2つ。うん。洗うのめんどくさいもんだって。うん、ありがとう。お茶飲むやつとか言ったじゃん。お茶飲めるし、ミルクも飲めるみたいな。いつも何でも使えるみたいなやつ。うん。年齢に応じて飲み物を変えていくみたいな。うん。これ結構高かったんだよね、こんなんで。こんなんでとか言っちゃった。4950円。5000円。飲み物入れるだけでやってるっすね、普通に。これいいらしい。いいっていうか、なんか売り出されてた結構。あ、これめっちゃいいなと思って。あ、これやった方がいいか、これ。旅行結構行きたいじゃん、実際。行きたい。旅行にめっちゃこれ便利なんじゃねえかなっていうのが売ってて、使い捨て哺乳瓶みたいな。すごい。ほら、そんなのあるんだ。めっちゃよくない？もう除菌もされてるとか書いてある気がする。うん。何個入ってるんだろう。5個入り？使ったら捨てればいいみたいなやつ。で、こっちもそれ で、こっちはなんかぐにゃぐにゃになってるみたいな。乳首？あ、乳首伸ばすタイプ。チンコみたいに。チンコみたいに伸ばす。伸びる。あれ、勝手に伸びてるだけ。こうやってやってたら、根元らへんこうやってやってたら多分伸びていくんじゃない。本当に嫌。いや、確かに赤ちゃん用品にしたことないわ。誰が、もうそんな人いないよ。厨房ってやつ。厨房。俺厨房ってゲームやってんだよ最近。やってね。うん。15歳ぐらい。奥さんのフォートナイトやってて、視聴者の人入れてみようぜみたいな。俺の見てくれてる人入れてみようってなって、インスタで募集して入ってくださいみたいな。うん。で、何人も来てくれて、超強い子がいたんだよね、なんか。うん。めっちゃ強いなと思って。何歳なのって来て、15歳だった。14歳と15歳で、深夜になんか14歳の子に俺めっちゃ恋愛相談されるっていう。超可愛かったな。ね、普通に答えちゃった。だから可愛いから。あ、そう、母乳ボトル、お出かけ用母乳ボトル。これ使い捨ての。これでも一個一個高いんじゃないっけな、確か。可愛すぎるな。いや、わかんない。俺はめっちゃいいなと思っちゃうけど、正直。ほんのちょっとお金ある人だと思うから、なんか周りと比べて。いや、そんな謙遜しないでください、急に。びっくりしちゃった、なんか。まあ、俺だったら買っちゃうけど、うん、5個入りで1760円。
確かにもう使えないのかと思うと、そう1個300ちょいぐらい、300円ちょいぐらい1個。確かに。まあでもこっちの方が安いのかな。1個1188円。おお、まあ、これはまあこっちの方が安いだ、ね、で1回で確実に捨ててねみたいな。うーん、使ってみたいね。ね、でこれ消毒済みだから消毒しなくていいって書いてあるね。で旅行中さ、もう全部任しちゃったけどさ、消毒めっちゃめんどくさそうだもんね。めんどくさいね。なんかできてるかも不安だしね、ぶっちゃけ。なんとなくお湯かけて放置みたいな。そうそう、あとパウチとか入れたりしなきゃいけないから、これ持ってきゃ解決することだよね。ちょっと使ってみてだね。そうだね、理由はまあ飲んでくれないかもしれないもん ね使ってみて。近々行く予定あったから使えるかなと思って。わー、ありがとう。買ってきた。私さっきイケメンなとこ見つけちゃった。何？さっきさ、これさ、あ、2個買ってくれたのって言った時にさ、洗うの大変じゃんって言ってたじゃん。じゃあほんと旦那の鏡。いや、こういう、いや、なんでわかんない、いっぱい買えばいいわけじゃないけど、はいはいはい、2つあると楽なものとか、それこそ哺乳瓶とかさ、ケチってさ、え、別に3個でよくないとかよりは、やっぱ欲しいって言ったら買ってくれるのってかっこいいと思う、めっちゃ。まあ、1100円ごときで機嫌取れるから、みんな買った方がいい。ご機嫌になっちゃって。まあやってもらってるけどさ、俺も洗う時があるからさ、普通にめんどくさいんだよ、うんうんうん、なんかこういうのめっちゃめんどくさくて洗うの、なんかあのない時に焦るんだよね。量ないとなんか回さないもんね、回せないもんね。そう、常に洗ってないといけなくなるから。うん、でもそれってあれじゃない、やってないからわかんないじゃん。そうだね、多分、うん、片手で哺乳瓶開けれる機械、容器みたいな。あ、すごい助かる。なんか抱っこしてる時さ、不安定になるじゃん、なる、開ける時。それを何個か割ったもんね。あ、確かに割ってたよね、なんか、うん、めっちゃ迷惑だなと思いつつ。眠かったんだよ。あ、すいません、うん、それはもう何も言えないから。俺起きてないから。こうやって押し込んでこの片手で開けれるみたいな。すごい。なんかネットで買えばいいやって俺思うタイプだけど、実際行ってみるとマジ結構楽しいね、いろんなもんあるから。うん、こんなんあるんだっていう。え、これいくらだっけ。俺1500円ぐらいだっけ。インジェニーティボッキーは1650円ですね。あー、でもいいお値段だね。あ、で、あとなんか1個買ってた覚えあるけど、一部屋に置いとけばいいかなと思って、うん、冬使えそう、お尻拭きやってみるやつ。すごい、うん、びっくりしちゃうもんね。そうそう、まあ向こうの部屋に1個なんか開けてないやつがあるんだけど、うんうん、持ち運びめんどくさいから、うんうんうん、一部屋に置いとけばいいかなと思って。うん、ありがとう。これお尻拭き温めるらしいですね。うん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 、まあ各俺も使ってほしいっていう。あ、温めてほしいんだ。びっくりしちゃうもんね。あ、ちょいちょい。お尻が温めておいてほしい。うん、いいよ。もちろんべちょべちょになってるかもしれないけどさ。なんでだろうね。あ、まあ結構これ高いからね。5797円。わー、うん、使えんのかは知らない、使ったことないから。冬になってみないとわかんない。まあ後で俺試してみるけど、ごめんね、先に。お先に。お尻拭かなきゃいけないから、うん、寝ちゃうからさ、普通に寝ちゃう。吹かずにね。な、韓国のおしゃれな哺乳瓶みたいな。かわいい。なんこんな売ってたんだよね。え、これ高えな。この哺乳瓶が3279円。なんか高くね。オールインワンボトルって書いてあるから、なんか使えるのかな。あー、ストロー使えるようになったらストローでも使えるよみたいな書いてあるね。すごい。なんかおしゃれだなと思って普通に。かわいい。あー、そうだ、これだ。前にディズニーランド行った時さ、うん、あの缶のやつ入れてたらさ、こうやって、あー、結構うんちマジヤバかったじゃん。臭すぎて違うやつが売ってたから違うやつ買ってみた。へぇ、アイクレオってやつ、うん、これなんか紙しかも、これなんかこのままこのまま飲ませれるみたいな。これで、すごい。なんかいちいち哺乳瓶にさ移し替えのマジめんどくさいもんね。てか洗わなくていいってことか。うん、そういうこと。じゃあこれも使う必要ねえじゃん。これ使うよ。これ使ってみたいから捨てるだけやってみたい俺。うん、うん、何。捨てるだけやってみたい。いいよ。捨て哺乳瓶気持ちいいよね。うん、捨てたい、捨ててみたい、なんか、うん、投げ捨ててみたいから。じゃ飲まなくてもいいんじゃない。あ、いや飲まなくていいよ、捨てたい、ただ単に。そんなの買えないよ。こっちね、缶より高かったからなんか信頼できるんじゃないかなと思って。アタッチメントも消毒しなきゃいけないから。あ、そっか、ね、これも使い捨てすりゃいいんじゃない。じゃあいくらぐらいですか。500円ぐらい。おー、すごいことだ。え、500円使い捨てって普通じゃない。普通じゃない。普通じゃない。あ、594円だね。本当にそれがつくの、その四角いやつ。つくらしいよ。で、赤ちゃんミルク 3P。 あ、違う違う、それじゃなくて、あの 3ポイント。あ、3ポイントじゃない、3つ入って678円。おー、あ、だいぶ。これもなんか今度行くから使ってみてえなと思って。うん、ありがとう。
うん、母乳実感したいから、うん、母乳実感。そうなの、3個買ってくれた。1個。え、あ、ですそれ完璧です。はい、ありがとう。1個俺ので、はい。母乳懐かしいなと思って。あ、懐かしいんじゃってんだ。なんかヘビの紹介する順番間違えた。ヘビの前掛けみたいな。これね、舐められ太郎っすね、これ。あー、可愛いね、その子。もっとって書いてある。え、あ、ほんとだ。あ、俺これ、俺用っすね、これ。そういうことか。うん、よく遊ぶランキング1位ってなってるから。へ、あ、1988年からこの舐められ太郎ってやつあるらしい。面白い仕組み。めっちゃ前だね。まあこれも安いんじゃない、確か。同じで、なんかさっきのやつと舐められ太郎825円。これ825円。口に入れてさ、大丈夫な素材これ。そうなんじゃないかな。モンスターペアレントおもちゃ買ってきてって言ったじゃん。おしゃれそうなおもちゃ売ってたから。まあ、6ヶ月からって書いてあるけど、まあ使えんじゃないかなと思って。アンビトーイ。まあでも2000円ぐらいだった気がする。2,000〜3,000円ぐらい。まあ、ね、これも一緒のやつ。なんかカンカンのやつの哺乳瓶に入れなくていいようなやつのアタッチメント。これめっちゃ便利だよね、よく考えたら。まあ500円ぐらいじゃなかったよね、多分。確か、なんか売り上げ1位って書いてあった絵本。へぇ、0ヶ月のやつが1位これだったから。へぇ、これ1320円だね、これは。わー、うん、絵本大量に買おうとしたけど、うん、俺ちょっと読まねえなと思って。うん、ダメだよ、読まねえ。練習してかなきゃいけない。恥ずかしがってわざと間違えちゃうから。すごい棒読みだから。いや、ちょっとなりきれない。俺コメント欄でもやれたんだけどさ、動画撮った時も2人でね、うん、なんかコメント欄で普通赤ちゃん言葉になるのに普通に喋りかけてて、うん、死ぬみたいな。死ぬ。簡単だね。それがいいらしいよ、聞いたから。うん、そうやってる。別に関係ないでしょ。難しいんでしょ。まあメインのものが最後に1個だけあるんだけど、なんか単純にさ、うん、俺食ってみてえなと思って。いや、今から離乳食始まるじゃん。こういうのは食わせないようにはしたいけど、赤ちゃんラーメンみたいな、アンパンマンラーメン、どんな味するのかなっていう。だって、うん、親が食わねえのにさ、うん、あの赤ちゃんの口に入れられるわけないじゃん。ワンちゃんのやつもそうだよね、俺。あの、食べたことあるよね。めっちゃ食ってから食べてもらってるから。子供のためのチキンカレーとかね。で、これだけんだけど、なんかこれ400円ぐらいした。キッズマイラーメン。かわいい。だいぶ先？だいぶ先？まあ、食えるもんね。あら、食わせるもんね。後で食いたいなと思って。サムネ撮ってからプレゼントあげる。私に？うん、ありがとう。はい。あ、嬉しい。その差、大きさのグミって珍しくねえと思って。確かに。ピーちゃんってかぼちゃに似てるよね。うんこ見てるってこと？うんこ。すぐうんこな。もう本当に呆れて。めっちゃ、ね、何いっぱい食べるんだ。めっちゃ呆れた顔してた今。あなたです。ああ、うん、人に恋愛相談できる子ですごいなと思って、うんうんうん、俺なんてしたことないから。彼女がいるんだけど、デートに行きたいんだけど気まずくて約束が取れませんみたいな。うん、会えない、ほぼ喋れない。かわいい。で、他の女の子とは喋れるんだけど、これってどういう感情なのかなみたいな。かわいい。それが好きってことだよって。あの、それが好きだからできないっていうことだよっていうのを上からめっちゃ言ってたで。かっこいいじゃん。確かになんかあれだね。いや、正直今までさ、うん、クソガキとか言ってたけど、実際なんか対面はしてないけど、うん、コミュニケーション取ってみると可愛いね。可愛いね。なんか親戚にいるイケてる兄ちゃんみたいな立場になれるじゃん。うん、そうだね。ちょ、気持ちいいなと思って。1時2時にフォートナイトやってるってどういうことよ、中学生が。すごいよ、本当に。まあ、俺言えないけど、人のこと。そうだよ。最近叱ったもんね。うん、なんでチャイルド設定みたいので時間決めれないのって。確かに反省してやってないっす。やってるよ。昨日何時に来た結局。いや、昨日は2時にやめたんだけど、うん、部屋掃除したら3時半とかになっちゃった、うん、なんかさ、俺ゲームやめたと掃除したくなっちゃうんだよね。アンディバズ寝るとこ片付けたりしたら、うん、意外と3時半とかになっちゃうんだよね、うん、って言い訳。うん。自動車学校も最近行ってるから、言うて寝る時間が少なくなってる可能性あるね。自動車学校やっともうすぐ行けそうだよ俺。なんか終わりが見えてきた。ね、すごい。だって今普通に路上で運転してるから俺。まあなんか指示出してくれる人がいるからさ、できてるからわかんないけど、うん、
意外といけるね。めっちゃ楽しいんだけど、なんか運転今まで本当に興味なかったけど、実際やってみるとマジ楽しい。で、楽しすぎて、朝一番に遅れちゃうもんね、これ。起きてないよ。またにしとくって。起こしたら。3回ぐらい頑張るんだけど。俺今日のメインはこれなんだけど。もう盛り上がりを見せてる。これ？あ、それすごい。これなんかめっちゃいいなと思って。うん、これ試してみたいな、実際もう。試したいね。すぐ。いくらだ？マジ高、結構高かった。22,000円したんだけど。シルクさんが言ってたんだよね、これユンちゃんか、あのその奥さんが言ってて、これめっちゃいいよって、立つのが早く なる気がするみたいなこと言ってて、何を感じたの今。なんかこれ立ってなんかやんな立ってても勃起じゃなくて、うん、それみんな知ってる、え、知ってる、うん、大丈夫かな、勃起じゃないの、勃起の方じゃなくて、うん、足で立つ方が速くなれるみたいな、速くなれるとは言ってないけど、そういうのに訓練できんじゃない、これ立ってやるから。あーもう何言ってんの。でも思ったのが、うん、いや中学生とかさ可愛い子も育ったんだけどさ、うん、吸収しちゃうじゃん俺が言ったら。結構そうだよ、だから下手なことできねえなと思って。今更なんつうの、今まではその大学生とかのイメージだったからさ、あそれ初めて中学生の人とかとあの交流したから、めっちゃ吸収してさ、親よりなんならさ影響受ける可能性あるじゃん。いや、それめちゃめちゃあると思う。あるよね、俺だってそうだったから多分。私の DM にすごくピーちゃんみたいな口調の男の子からなんか連絡来るもん。なんちゃらスカッとか。え、でもそういう子だったわっていうか、連絡してた人。うん、そう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 、へぇ、もろに影響受けるじゃん。そうだね、ちょっと変なことできないっすよ。もういいんじゃないっていう好感度上げてこうかな。うん、上がった1台3役いけるらしい、これちょっとサムネ撮ったら使ってみていい、うん、これからやりたいことは、うん、これ使ってみようかなっていう感じだね。あー、うん、じゃあ早速ね、離乳食食ってみたいなと思って、うん、これ離乳食じゃないっていうか、子供用のご飯これ離乳食だと思ったんだけど違うかな。あ、でも意外とさ、うん、なんか、うん、何離乳食ではないよ。適当に聞くだけど適当に、うん、あゆるって言うと適当な人よし、じゃあ食ってみて、離乳食、うん、アンパンマンヌードル。あ、ただのもうカップヌードルだねこれ。うん、まあ、日清が出してるから、そっか、まあ、美味しいヌードルみたいな。普通に味するの？あ、結構するよこれって。何だったっけ、優しいラーメンみたいな。400円ぐらいしたからね。あ、マジで味気ないような見た目してるね正直。もうなんかマジ素材の味っていう感じ。うん、え、麺が美味しいの。何これ入っちゃったよ、カップヌードル。え、なんか乾燥した麺じゃないみたい。うん、なんか二段階製法がうんたらかんたらみたいな。うん、もちもちしてるね。これ普通に売ってて欲しいぐらい美味しいけど。確かにこれ子供用なんかな。意外と盲点だったのがミルクに関してはさ、オーガニック系とかないじゃん、添加物入ってないとか。うん、離乳食は結構あったね。本当か知らんけど、原料のみ。普通になんか美味しいけど。美味しい。ノンフライだって揚げてないんだ、うん、このキッズマイラーメンってやつ。めっちゃ美味しいな。まあ、ちょっと高かったからね普通に、でもめっちゃ美味しいなこれすごいね。え、これ美味しいね、うん、何これ。いや、これ美味しいね。うん、今ちゃんと注意されましたね。はいすごいことするじゃんと。あまりにも日は18禁のこと今やってたから、うん、それも 悪気なしにやってたから今、うん、じゃあちょっとカットしとくっすそれは本気のトーンで私のまた見てる。違うか。あ、いきます。猛獣いた。ベロベロって。ごめんよこんな気持ち悪いお父さんで。ねえ。早速もう組み立て終わったから、うん、遊んでもらっていい一瞬。いやー。いやー。うん。おお。どうだろう。どう、いけてるかな。どう。楽しい。楽しそうな顔してる。楽しそうな顔してる。うん、不思議って。おお、すごいすごいすごい。もうめっちゃ走ってる、めっちゃ走ってる。不思議、不思議だね。すごい、すごい。どう、楽しい。どう。楽しくない。これちょっと押してみて、これ。こうやって。おー、 おー大丈夫。おー、歩いてる歩いてる、すごい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 頑張れ頑張れ。めっちゃ、あ、でもこれはなんか実際
あーあもう嫌だやめて。お気に召さなかったみたいっすね。怖かったよね。徐々に徐々にね。あ大丈夫。すごい。あ泣きやんの。もう一回やってみて。すごいんだ。止まんないんだ。ピーちゃん痩せたね。痩せてないよ俺。ダメ。痩せてないよ絶対に。太ったもん俺確実に、うんうん、じゃあもうお腹空いたらしいから、うん、じゃあね。じゃあね。バイバイ。ありがとう、うん